涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように見るものすべてに怯えないで。明日は来るよ、君のために。突然会いたいなんて。夜更けに何があったの？慌ててジョークにしても。その笑顔が悲しい。ビルの上にはほら月明かり。抱きしめてる思い出とか、プライドとか捨てたらまたいいことあるから。涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように。見るものすべてに怯えないで。明日は来るよ、君のために。季節を忘れるくらい、いろんなことがあるけど、二人でただ歩いてる、この感じが愛しい。頼りにしてるだけど、時には夢の荷物放り投げて泣いてもいいよ。付き合うからカッコつけないで。涙の数だけ強くなろうよ。風に揺れている花のように自分をそのまま信じていてね。明日は来るよ、どんな時も。涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように見るものすべてに怯えないで。明日は来るよ、君のために。涙の数だけ強くなろうよ。風に揺れている花のように気分をそのまま信じていてね。明日は来るよ、どんな時も。明日は来るよ、君のために。はい、こんばんは。今夜もね、岡本真夜さんのツボロを歌いました。2016年4月の9日ね、この方ね、2016年4月の9日土曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。今日土曜日ですね。明日休みの日曜日、嬉しいね。休みのやつ嬉しいな。ほんと、明日、日曜なんて休みですよ。はい、こんばんは。どうもね。あ、桃花さん、こんばんは。どうでしょうか、配信具はね。今夜、積もる。あ、久しぶりの桃花さん、どうもね。今日はよかった、ありがとうって。どうオッケー、ありがとうね。今日はね、積もる。いい歌よね、この歌、積もろうってね。歌詞がいいよね。あ、明日はアウト、焚き火に行こうね。休みだからね。天気もいいみたいだもんね。よかったね。今日みたいな天気で、明日もね。20度、最高が、今日も20度ぐらいまででいいね。焚き火に行っていきたいと思います。楽しみだね。さて、じゃあ、もう一回、今夜は、ね、ツモローを歌ってます。ももかさん、ありがとうね。また行くよ。なんか大好きになっちゃって、アウトドアとかね、特に焚き火系がさ、いいよね。焚き火の炎でさ、いいよな。なんか適当なものを炒めたり、煮たり作って、それがたまんないんだよな。自分で塩を扱うのにいいよね、あれね、焚き火ってさ。火事じゃないよ。火事じゃない、焚き火よ、焚き火ね。脂肪防寒。ね。大体、ビール、今回はね、ビール6持っていこうかな、またね。このへ、あれ、チタニウムのやつ2回目使ってみようかな。じゃあもう一回行こうか、積もろうね。いいね、これ。涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで。明日は来るよ、君のために。突然会いたいなんて。夜更けに何があったの？慌ててジョークにしても。
その笑顔が悲しい。ビルの上にはほら月明かり。抱きしめてる思い出とか、プライドとか捨てたらまたいいことあるから。涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ、君のために。季節を忘れるくらい、いろんなことがあるけど、二人でただ歩いてる、この感じが愛しい。頼りにしてるだけど、時には夢の荷物放り投げて泣いてもいいよ。付き合うからカッコつけないで。涙の数だけ強くなろうよ。風に揺れている花のように、気分をそのまま信じていてね。明日は来るよ、どんな時も。涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで。明日は来るよ、君のために。涙の数だけ強くなろうよ。風に揺れている花のように、気分をそのまま信じていてね。明日は来るよ、どんな時も。明日は来るよ、君のために。はい、今夜つもろう歌いました。どうもね。はい。アカペラ、あ、おやすみなさいね。さて、飲もうか、今夜もね。うん。今夜もアカペラで歌いました。今夜はね、昨日に引き続いて、岡本真夜さんのつもろう歌いました。さて、飲もう。はい、いいね。休み前にいっぱい。いつも飲んでたけどね。はい。どうや。これ飲もう。今日は常温だもん。ぷかぷか陽気なんでね。肌寒くなんで、これ飲もうか。これ飲みます。日本酒。同じ。まだ、もう今日じゃなくなっちゃう、これ。今夜これ飲みます。これね。いつものカップ、コップだけ。今日は日本酒のコップだけで、そのまま。休み前の一杯。ま、はい。いつも飲んでるよ、乾杯。一人で乾杯。さて、今日もアルコールバーナー。今日土鍋で、アルコールバーナーで、土鍋ご飯、土鍋で、土鍋、小鍋立ての作ろうかな。これ燃料用のアルコールね。飲んでいいか。なければまだ足せばいいからさ。で、これで火つけようか。あ、ちいちゃん、いや、今日は土鍋持ってくる。100円ショップで、100円で買ったあの土鍋ね。いつものようにこの小さい土鍋にね、コップ一杯のお水入れました。コップ一杯のお水ね、コップ一杯のお水入れましたね。こんな感じね。で、今日も昆布茶の小鍋立てだな。ね、おなじみこの昆布茶。これね、入れます。適当にこんなもんでいいかな。明日1回分かな。うん、あと1回分ぐらいで。で、今日はね、
全部ローソンストアだぞ。ローソンストアで買ったやつ。今日は里芋と唐揚げの鍋、お鍋だけだな。ローソンストアの冷凍食品。里芋。これね、これ結構いいよね。これで100円だもんね。これと、鶏の唐揚げ。これ2つで。これも100円で。うん。じゃあ、こんだけ。十分だわね、こんだけって言っても。十分。鶏の唐揚げ。ローソンストアの冷凍食品の100円のやつで、入れて。入れたね、里芋。ちょ、おやつはこれ。これも100円で。ちょっと里芋これいいよ、これですかね、うん。これも火通れば食えるってやつ。まあ、昆布茶入ってっから、最近も十分でしょ、これ。里芋と冷凍食品の里芋を取るから、これの小鍋だと昆布茶鍋で、で、蓋して。ああ、沸騰待とうか。で、できるまで。いっぱい。味付けもいいと思う。あれ、唐揚げも味ついてるもんな、あれね。だいたい、ね、そうそう。ついてるし、昆布茶についてるしね。好みに入れちゃわず、一緒に入れてもいいしね。今日はこれでつまみ飲もうかな。もう飲んでけど、もう飲んでけどね。ああこんにちは。今夜、日本酒。ああ、明日休みだね。天気もいい感じだしね。うん。明日どこ変わる、変わる。まあ、江戸川の方行こうかな、やっぱり。玉川も興味あるんだ、玉川もなんだか、あそこ。玉川の、ちょうどの森の、あそこ変わるね、あそこね。あそこ無料みたいね。あ、こんばんは。あ、ごまさんどうもね。今夜この日本酒の常温で、まあ、まだ凝ったりはこれ飲んでます。見えから、この、今日は小鍋立て。昆布茶鍋で、ローソンストアの唐揚げと里芋で、あの、100円のやつ。で、これで、こんな感じです。うん、小鍋立てで。いつもローソンストアの昆布茶で、同じローソンストアの鶏の唐揚げと、里芋、これ。これも、これいいね。お手軽だよね。これを入れ、これで煮て、昆布茶で煮て食おうって。あ、安くていいよね、これね。そう、だから味付けもバッチリ。唐揚げだからさ、辛いも味付いて、唐揚げに煮ても味付いてるしさ、昆布茶入ってるんで、十分、味は十分これで。手軽でいいよね。値段も安いしね、これね。うん。あれ、昆布茶便利だよね、あれね。昆布だからいい出汁も出るしさ、塩味もついてるし。うん。今日は飲んでっからさ、ね、今日は飲んでっからさ、食べな、飲んでっからさ。うん。ね、昆布の字ね、はい。うん、今日は飲んでます。あとアルコールは。明日休みで嬉しいね。休みぐらい、ね、休み前は嬉しい。アウトドア行くぞ。予定ではね、朝、来週か。来週キャンプだ。今週は日曜だけなんでね。なんか嬉しいな、僕。なんか楽しいよね、ほんとね。全然知らない。うちの親がまあ、頑張ってね。お互い頑張りましょうね。うん。ごまさんは平日休みなのかな、ね。こうやって家で飲む時間っていいね、こうやってね。明日は、ね、焚き火ね、エコブリケットって言ってる？エコブリケット。あれを使ってみようと思って。頑張りましょうね、お互いにね。エコブリケットってやつ。あれ、オガライズみたいなやつなんだけどね、ちょっとまた違った業者が作ってるエコブリケット。あれも、エコロギーのなんか、廃材を、木材の廃材を使った、焚き火用の薪みたいなの。あれを買ってみたんで。あれは明日そのエコブリケットっていうやつ。以前使って、よく今まで使ったことのある。オガライトに似てるけど、オガライトよりもね、簡単に壊れちゃう感じで、どんなもんかな。うん。
それを使って、それと普通に薪持ってって。ぶっといね、おがらえと。材質的にはまあ、おがくず的なもんで作ってんだけどね、エコブリケットは、いや、ポロって、おがらえとはね、結構ね、金づき的なもんで、叩かない割れないけどさ、簡単に手で割れちゃう感じ。それを使ってみる。エコブリケット。まあ、おがらえと的なやつね。おがら、また別の状態作ってて、それ持ってって、いつもの薪いくつか持ってって、それで、ビーロック組んで焚き火やりたいと思います。どうかな？まだまだ。やってわか。冷凍食品の唐揚げと里芋。これいいね。この時間がいいな。ああ、いろいろあったからね。やっぱね。まあ、これで満足さ。焚き火いいな、ほんと。ビーロック持っていこう。ビーロックのその出会いが大きかったの、僕はな。電車と徒歩で会うことが、車がなくてもできるよ、会うのは。ああ、ぐずぐず言ってる。ああ、楽しみだ。まだよくなんだっけ、外のさ、陶器って知ってる？ガス陶器とか、あれ使ってる人いるけど、まだあれを買いたいと思わない僕。100円ショップとかのライターで十分満足してるからね、まだ普通の100円ショップとかこういうライター十分満足してる。外とかのガス陶器とかは、あれ便利そうだけど、あそこまだいいやって感じ。これ普通の100円、普通のこういったコンビニとかで買える普通のライターで満足してるんでね。値段も安いしね。100円、1個高くて1個150円で買えるもんね。100円ショップだったらさ、2つとか3つで100円だもんな。あれってこれでいいなと思って。で、外のあのやつはさ、あれさ、こういった、100円ライターは燃料をそのまま使えるって書いてあるのは便利そうでいいけど、元が高いもんだろうね。いいやと思って。そこまでしない僕は。おお、いい感じ、グツグツいってんね。鶏の唐揚げと里芋。アルコールバーナーで粉ぶたてです。冷凍食品だからね。ちょっと唐辛子また今日もあれ入れようか。あ、じゃあまた今日もあれ昨日にしてあれ入れようか。これプラス。あ、でも辛いかな。唐辛子調味料。これ使ってみるね。いや、この間グルメして言ってて、この間使ったこれ。唐辛子系調味料。これニンニクとか入ったし、これにひょこっと入れてみよう。これ入れます。もういい香り、ここに。ちょこっと。こんぐらい。これでまたいい。これでも味が十分だからね。ニンニクとか入ったり、唐辛子ベースで。そういった調味料。おお、いい香り。これ鶏から、結構なんだかよく、いろんな動画とかでよく、冷凍食品の鶏の唐揚げをね、普通にそのまま、ね、レンジでチンして、温めて食わないふうじゃなくて、こうやって煮ても美味しいっていう、結構やってる、結構ブログとかで書いてる人いるよ、そうやって。よかったら検索してみるといいよ。冷凍食品の鶏の唐揚げ、こうやって煮たりする料理、結構、いや、ちょっとしたアイデアでって結構書いてる人いるから、よかったら、検索するとわかるよ。結構こういうのやってる人いるよ、こういうの。便利だって、これ。こうやって。箸持ってこようか。じゃあ、これ入れた、今ね。
もうぐつぐつ言ってる。もういい香り、ちょっとね、出して。はい、ちょっと温泉持ってこうかな。どうかな？里芋、あ、いい感じに混ざってるね。里芋と鶏の唐揚げ、汁がうまそうだな、これね。元昆布茶ベースにこの唐辛子調味料混ざって、もういい感じ。あ、うまそう。ちょっと混ぜて、混ぜ混ぜ、ちょっと汁飲んでみようか。うん、ああ、いいね、やっぱうまいじゃないか。うん、ああ、その旅行は監督じゃない、常温で。まあどうかな、里芋柔らかくなったかな。里芋に、あ、冷めた。まあまあまあ、ガリガリだ。うん、早かったかな。やっぱ里芋先の方がいいね。やっぱ里芋に溶いた方がな。それで鶏から、鶏の冷凍入れた方が良かった。今日初めてだったからさ。やっぱ最初に里芋の方入れて、ある程度煮た方がいいね。うん、でもう一本。もう空っぽなんで。じゃあ常温で飲んでます。あー、ついに慣れたか。このパックも開きました、今日で。空っぽ。唐揚げはいいだろう。唐揚げは。うん。うまい。あの唐辛子調味料がいいね。あ、燃料がなくなったか。こんな感じ。発音もうちょっと早かったみたいね。里芋と鶏の唐揚げ。鶏からから先に揚げて食っちゃう。里芋は入れておいて、まあ最後いいと思うんで、先に鶏から全部揚げちゃって。冷凍食品の鶏の唐揚げ。ローソーストアのやつね。と里芋も冷凍食品の。最近唐揚げからいっちゃう。もうちょっと里芋もうちょっと余熱で。これちょっと揚げてもらうか。唐揚げ、冷凍の唐揚げ、これをやって食ってもうまいよな。ね、うまっ。ああ、あの唐辛子調味料が効いてんね。
こんにちは。今日は日本酒で、今日も日本酒でね。今日も日本酒を常温で飲んでます。アスカーさん、どうもね。今日こんな豚で、こんな豚でね、昆布茶鍋、冷凍食品のローソンストアの鶏の唐揚げ入れてね。明日バーベキュー、焚き火で、バーベキューというか焚き火です。ビールを持って、休みの焚き火に行くよ。焚き火、ファイヤーね、焚き火を、ドッペルのお一人様シェルター持って行こうかな。マイちゃん、これ鶏の唐揚げの冷凍食品のやつを煮たやつ。まあ、藤沼さん、どうもね。まあ、これ唐揚げをおしまい。日本酒。開けようかな、新しいの。なんかもうか、これはもう今日で海まで終わっちゃったけど、買ったんだけどな、新しいの。開けてみようかな。あと里芋ね、あと里芋食べようか。里芋。一緒にね、冷凍食品の唐揚げと一緒に入れよう。同じく冷凍食品の里芋煮たやつ。昆布茶で、これもあるぞ。もういいだろ、昆布茶。あ、里芋うまそう。あ、いいかな。もういいかもしれない。もういいだろ。もういい。あ、里芋もいいな。桜も何度も来そうね。満開が、地上の桜もいいじゃん。これ冷凍食品の里芋ね、をこの昆布茶の鍋で煮たやつ。安くていいよな、冷凍食品の。これで100円だもんな。精がつくんだよね、里芋ってね、これね。精がよく言うね、このねっとりがね。まいじゃないか。里芋結構うまいね、これね。これ全部揚げて、あと4つか。冷凍食品だからさ、ね、あるわけ、いきなりこれ生じゃないからさ、冷凍食品って言ったのに最初、ローソンストアの冷凍食品。こんなんで売ってんの、こういうの、冷凍食品のやつ、100円でこれ、
だからね、一年中ありますね。あったかな。生じゃないこれ。冷凍食品のやつだから。芋ブルーはみんな秋でしょ、あれ。秋に収穫してさ。これ収穫した後、こうやって加工して冷凍食品にするんだろうね。だから熱湯通すぐ火も通りも早くてね、床も安くてね。うまい。安くていい、これ。あれ一袋100円だもんな。まあ。ああ。そうそうね、芋煮会、そう、収穫の時のやるね。じゃあ最後、甘かった。美味しくいただきました。あと最後これ、最後この汁飲んでおしまい。今日は昆布茶鍋で、しがに唐辛子の調味料入れたからね。最後これでおしまい。これ飲んで、これ土鍋ね、100均の土鍋いいね、これ重宝してます。じゃあ最後汁飲んで、これ赤いの、これ唐辛子入れたからね、唐辛子調味料。いただきます。うまいね、やっぱあの唐辛子調味料うまい。いいね、これね、気に入った。ペンギン肉とか入ってた、あれね、見るとね。これホイル焼きなんかにこれ結構垂らすといいかもしれないね。ホイル焼きにね、ホイル焼きにこれ垂らすと、あ、さっきの唐辛子調味料、美味しくいただきました。今日はこの辺で終わろうかな。ありがとうね。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。明日日曜日休みだ。ありがとう。お互いにお疲れ様。スカイさんどうもね。おやすみなさいね。スカイさんどうも。ゴマさんどうもね。藤沼さんどうもね。おやすみなさい。また明日ね。明日休みなんでアウトドア行ってくるよ。焚き火やろう。ビューロック使ってね。ではまた。おやすみ。